ザ！はい、初っ端からテンション上げろと言われたんで、なんかわけのわからない上げ方してみたんですけども、全然よくわかんない、はい、ね、まずまず挨拶をしなければいけないので、はい、北三道放送局をご覧の皆さん、302です、30分お会いさせていただきます、シュウです、よろしくお願いします。石川かなです、よろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、あっちゅう間に1週間、2週間経ちまして、はい、はい、あっという間ですね。うん、なんかした？何もしてない。なんかしようよけど、うん、あ、もう夏だなって思って、それっぽいことした。特にしてないけど、うん、まあ、いよいよセミも鳴いてきて、もう気分はすごい夏じゃないですか、うん、なるべくこう夏っぽい格好しようみたいな。あ、格好だけはね、はい、もう行事もね、した方がいいよ。例えば、だから花火大会だとか、プール行ったりだとか、海行ったりだとか、あ、ね、それしないと、はい、あっちゅう間に1年終わっちゃうんだよ。切ない。うん、あのね、おっさんになってからそれ気づいた。おっさん言わないで。おっさんですから。はい、はい、そういうことでね、オープニングのどうでもいいトークは、はい、このぐらいにしまして、はい、はい、今回もうちに遊びに来てくれてるゲストの方を、はい、呼んでみたいと思うんですけども、その前に今日のゲストの紹介を軽くしたいと思います、はい、じゃあ、ゲストのテロップ出るかな、お願いします。どうぞ。はい、名取裕太さん、シンガーソングライターで、1987年の7月27日まで。もう今日何日？今日何日でしたっけ？おえ26日です。そうですよ、明日誕生日だね、はい、裕太君ね、明日ですね、ね、はめでてえな。で、A 型の長野の辰野町でいいのかね、日本の真ん中で。日本の真ん中って書いてある、ね、行ったことある長野。長野県ありますよ。何しろ家族旅行、うんうんうん、私静岡県出身なんで、うん、ちょっと近いですよね、うんうん、でなんか私に自分の誕生日の時期に行く家族旅行が毎年長野県です。はい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 、はい、あんま覚えてないんですけど。あ、そうですか。長野のことをちょっと喋ってまで思い出すかもしれない、ね、かもしれないですね、はい、ということで、はい、あ、そうそう、来たようなので、いらっしゃいました。いらっしゃい、いらっしゃい。ちょっとこっち移動しますね。あ、よいしょ、お邪魔します。いらっしゃいませ。迷わなかった？迷いました。迷っちゃいました。そっかそっか。今日のヘイって何？今日のゲスト名取裕太です。ヘイ、はい、まあ、早速このまま喋るのもなんなんで、飲み物飲みながら喋っていこうかなと思うんですけども、はい、何が飲みたいですか？コーラです。なんでここへ？コーラ、コーラで、OK、はい、わかりました。じゃあちょっとご用意します。はい、お願いします。じゃあ、かなちゃんにコーラ用意してきてる間に、お土産を、まあ、今回もゲストの方にお土産今日いただいてる。いっぱい買ってきたんですよね。そんないっぱい買ってきたの？ちょっとなんか面白いものなのか、うん、ネタに走るのか、あとはなんかちょっと上品なものなのかとか、うんうん、いっぱい考えすぎちゃって。出し方順番大事よ。出し方順番大事ですよね、うん、じゃあちょっと、じゃあちょっと上品なやつ。そうだね。あ、ちょっと待って、お待たせしました。だったらコーラ持ってきてくれたから。あ、プルプルしてる、プルプルしてる、プルプルしてる、黒い飲み物がコーラや言うてるやろ。いや、なんか透明ちょっと黒いだけに見えますからね、まあ、そうだね、ちょっと怪しくないよって。そうだね、はい、ということでちょっと早速なんですけども、いつもねゲストを来ていただいた時に乾杯をしてるんですけれども、はい、このお家では、ただの乾杯じゃございません。ちょっとひとひねり、ふたひねりしてください。はい、はい、一緒にやっていただいてよろしいですか？もちろんやります。ありがとうございます、はい、じゃあ、この家でやるときの乾杯のかき氷はパン会です。ん？ん？あ、ごめん、ちょっと聞こえなかった。もう一回、このお家で、乾杯をするときのかき氷はパン会です。あ、パン会です。了解です。OK、 じゃあ早速乾杯したいと思います、はい、じゃあね、遊びに来てくれたナトリ君にパンカーイ。はい、はい、あー、マジのコーラだ。コーラです。あ、うまい。これめっちゃ好きなんですよね。一番好き。よかった。お酒飲めないんで。そんなに。あ、弱いって言ったもんね。弱いですよ。3枚で吐きますからね。3枚はね、
張って張って三倍張ってね、本当にそう強そうに見えねんけどね、そんなナトリ君が今日は何を買ってきてくれたんですか。じゃあまずちょっと上品なやつ、うん、そうだね、家の近くで、うん、家言っていいのかな、あの、うん、小田家の柿尾っていうところなんですけど、柿尾知ってます、知ってます、はい、この柿尾の、うん、全員丸かな、その和菓子屋さんがあって、はいはい、もうカメラ見せて、ふわふわレアチーズ大福って言うんですけど、おお美味しそう、これ買ってきました、ありがとうございます、ちょっと食べながらそれ言います、これちょっと上品なやつなんで、うん、そうだね、上品、ハマってるものって言われて、うん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 、これ1回しか買ったことなくて1年前に買って全然ハマってないなと思ってちょっと背伸びしちゃったなっちょっと背伸びしちゃってこれを買ってきたの、めっちゃうまいですよこれは、食べてみよう、食べてみましょう、どうぞ食べてみます、いいですか、いただいて、ふわ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 レアチーズ大福、大福こんなんですよ、うまそうね、ね、これ全然見えてないですけど大丈夫ですか、いや違う、あんまりやるとさ前回みたいにあのポロ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 落としちゃう可能性があるから怖いんだよね、はい、こんな感じね、もちもちごめん、息が甘かったね、ごめんね、はい、うまそううまそう、いただきます、どうぞどうぞ、あ、めっちゃふわふわ、私も探そうかな、じゃあみんなでパクパク、パクパク、うん、柔らかい、すごいチャコレうまいですね、でも持っただけですごい柔らかい、うん、あのねふわふわの冠に間違いない、うまいですよね、めっちゃうまい、めっちゃうまい、これハマってるわけじゃないですけど、めっちゃうまいですね、ふわふわそこしか売ってないの、そこなんか2店舗あるらしくて、うん、で本店がここの和菓子全自丸本店、うん、めっちゃうまい、他のやつもうまくて、うん、ありがとう、こっちは俺個人的に買いに行こう、大福じゃないみたいですね、なんかねスフレみたいな、うん、スフレ大福だと思うとこの時期なんか食べづらそうじゃないですか、甘かったりとか、はいはいはい、夏でも全然いきちゃいますね、これはペリッといっちゃったもん、早っ美味しい、で、それからの、いや、で、うん、本当にハマってるものを買ってきたの、うんうん、本当にハマってて結構今、上がってるよ、上がってるんですよ、上がってるよ、めっちゃハマってて、うん、誰1週間に 5回は買ってる、あ、それはハマってるね、それはハマってるね、レギュラーですね、もう何何それちょっと待って、マルバンストアの爆弾おにぎりって言うんですけど、知ってるこれ、知ってます、爆弾おにぎり、知ってる、どこどこ、あのそこの代々木の、そのマルバンストアってナチュロのところに、ナチュロ、ナチュラルローソン、ナチュロね、ナチュロがあるんですけど、ナチュロね、行く行く、その横に売ってるんですよ、爆弾おにぎり、へえ面白いね、なんかスーパーみたいな感じですよね、はいはいはい、お惣菜のとこに売ってる爆弾おにぎり、何知ってる、スーパーよく行くんでスーパーって行きますよね、行きますよね、行ったら売ってますよね、あの舞台の稽古の期間って結構稽古場の近くのスーパーにみんなでこうお昼ご飯買いに行ったりするんですよ、はいはいはい、その時に誰かしら食べてます、へー、はい、これめっちゃうまいですよ、どっちが好き、僕なんか2種類あるの、2種類てかもっと種類あるんですけど、うん、組み合わせが、組み合わせが酒明太子は鉄板で、うん、そうだね、こっちも酒明太子って入るもんね、プラス何かってことですね、そうプラス高菜か、うん、こう高菜か、うん、ツナマヨ、ツナマヨなんですけど、うん、めっちゃうまいんで、じゃあ俺野菜食えねえからツナマヨちょっと噛んだしね今、うん、ちょっと噛んだ、じゃあ高菜の方で、へえ、すげえ大きさが、すっごい、なにこれ、大きい、こんな感じだよね、双眼投げ、めっちゃうまいんですよね、じゃあちょっと一口もらおうかな、一口の方がいいですね、多分ボリュームがあるんで、大丈夫ですか、そんなに食べて、全然余裕ですよ、さっき私楽屋でいろいろご飯食べてたんですけどさらにもっと食べますよ、いただきます、はい、絵が長い開かない、開かない、今まで行きます、あ、この値段なのって、そうっす、そうなんです、俺この値段だったらコンビニで買うよりこっち買う、めっちゃいいんですよね、うん、うまいうまいうまい、
どっちもナイスチョイス。よかったです。めっちゃうまい。やっと向けました。いただきます。やっと向けましたって。これは正解出たでしょ。間違ってないでしょ。わかんない。はい。カメラ見て食べて。美味しそうに食べますね。うん、おいしい。はい、あのありがとう。いや、これあのこの番組やってるといろんな食べ物もみんな持ってきてくれるから、うんうん、あのね、好きなものが増えて仕方ないよね。本当ですか。本当にこれね、今までの中でね、3位ぐらい、ごめん3位なんですね、うん、微妙な。でも正直もんだから、うん、一番最下位はあのなんかマッサージするゴロゴロだったんだけど、あうん、3位じゃなくて5本の指に入るぐらいにしておきません？ 5 本の指が？に入ります。 2ね、はい、あ、OKOKOK。 え？え？何？え？うん？なんだ？知らないよ。はい、よかった、はい、よし。じゃあそんなお土産いただいたところで、はい、うん、今回からちょっと新しいシステムになったんですけど、このゲストの名取さんにこのボックスの中に書かれたボールを引いていただくんですね。ほう。でその中にあの出てきた番号に沿った、yes. あの質問に答えていただこうっていう形を。画期的だね。画期的です。いっぱい入ってます、ゴロゴロ。じゃあこれを引いていただいて、はい、お話テーマを決めていきましょうか。はい、はい、お願いします。よく選んでね、バスケも入ってますね。本当にいっぱい入ってますね。いいですか？いいよ。じゃあこれです。はい、3です。3番。3番です。3番。じゃあ3番の質問を出してもらっていいでしょうか。はい、はい、3番の質問、もし音楽をやっていなかったら何をしてた？何してた、何してたんですかね、僕。今ね、シンガーソングライターとしてソロでやってるじゃないですか。やってなかったら、うん、なんだろう、センブリ作ってた。さっきの話じゃないですか。楽屋でね、なんか実家でセンブリ作ってるらしいの。生えてるんですよね、野草で。それ育ててるの？育ててなくて、野草が生えてるから取りに行って、うん、飲んで、うん、苦くないみたいな感じ。待って、軽い、苦くないって。はい、相当辛いじゃない、苦いですよね。めっちゃ苦いですね。あんなもん飲みたくない。よかったね、今日センブリ持ってこられなくて。よかった、お土産じゃなくてよかった。何やってます、もし今の自分から音楽取っちゃったら。本当だと音楽っていうのはもう全部自分の全てになっちゃってるから、うん、考えられないんですけど、うん、実家が農家なんで、うん、あの米作ってたり。あいいですね。教員免許は持ってるんですよ、うん、大学まで出てるんで、だから国語の先生には中学校高校ですね、で先生になってたかもしれない。なるほどね。でもさ、その大学で国語の先生ってことはそっち系を専攻してたの？そうですね、文学。それって今の音楽に役立つ？役立つ役、うん、文章書く上でとか、うん、ここは統治法だろうとか。そうでも役立ってるとは思います。なんかね、ちょっとさ、この文章表現方法はダサいなとかってやっぱあるんだ。じゃあ好き嫌いですよね。文章表現とかっていうよりも、うん、その歌詞で言うとちょっと入っちゃうんですけど、うんうんうん、僕は恋の表の裏、表裏っていうか、うん、あの愛っていう言葉があったとしても、うん、その裏にちゃんとなんか憎しみとかってあるじゃないですか。どうしても。ありますね。そういうのが表裏してる言葉が好きっていうか。ほーん、なるほどね。あのね、なんとなくわかる、うんうん、なんか切ない歌を歌ってるんだけど、うん、愛情に溢れてるとか。はい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 、はい、愛情に溢れてるけど切ないとか。もう愛しすぎすぎて憎しみに変わってるとか。まあそんなイメージがそんな感じですよね。ああ、なるほどね。結構さ、ナドル君の曲ってあれだよね、明るいパーンとした曲じゃなくて、そうですね、ちょっと
心が痛っていう曲多いよね。なんかどうしても光の部分の歌詞っていうのは、うん、どうしてもまだ書けなくて、はいはいはい、心の闇を、うん、その闇を持った人が見るから光になるっていうか、うん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 、そういうのが好きで。へえ、そうか。じゃあ、まあ、あの音楽話の方に発展しちゃったんですけど、そうですね、音楽やってなかったら農家やってると。農家で、はい、素敵じゃないですか、農家も。じゃあ次行きますか。次の、はい、番号を引いていただきたいと思います。次、はい、行きます。これでドン。5番です。5番です。何でしょう、質問は。5番。5番です。お願いします。5番ない。外れです。外れ。じゃあもう一回いただきましょうか。はい、じゃあいきます。じゃあこれです。4番です。4番は何でしょう。ほい、ほい、音楽活動を続けていく中で次に挑戦したいことは何ですか。僕今一人で歌を歌ってるんですけど、はい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 、バンドをやりたくて、うん、やっぱり一人は寂しいですよね。音が混ざることで、うんうん、厚みも出るし、安心するかって、うん、するっていうか、うん、だからバンドやりたいなっていうのはあるんですけど、うん、あるんですけど、あるんですけど、バンドやらないの？いや、バンド実は10月、これ初公開なんですけど、はい、10月6日に、うん、10月6日、はい、バンドでデビュー。あ、まあ、じゃあソロをやめてバンドやるんだ。そうですね、バンドでやろうと。10月から10月からやります。お、めっちゃ嬉しいんですけど。よく仲間見つかったよね。難しくない？メンバー集めるって。もう、ね、真面目な、そういう話です。なんで？え、音楽番組でしょこれ。あ、そっかそっか。あ、大変なんですね、仲間見つけるの、うん、めっちゃ大変ですよね。ずっと音楽始めて、うん、18歳くらいから高校卒業で始めたんですけど、うん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 、やっぱ今バンドやりたかったんだけど、うん、いなかったっていうか。あ、何で見つけたの？地元にその大学にいた時に、うん、秦野に東海大学だったんですけど、うんうんうん、その大学で近く の, その、システムサウンド21っていうその音楽教室があって、うん、はいはいはい、その音楽教室の、うん、なんかフェスみたいな、うん、夏祭りバンド大会みたいなやつにいたりとかして声かけてやろうよって言ったりとか。ただ10月にライブデビューってことはもうスタジオ入って、スタジオ何回か入ってますね。ただまだちょっと自分の納得できる曲ができてないから。でソロの時代に歌わない？バンドアレンジしてっていう、バンドアレンジして歌う歌もあるんですけど、うん、やっぱりバンドとしてちゃんと納得した曲を書きたいなと思って。あ、なるほどね。まあ、違うもんね。うん、そうだよね。そうですね。え、編成は？編成は今一応ボーカル、ギターと、ギター、あとリードギターと、うん、ベースとあとドラムですね。その4人で今はやろうと思ってます。その中でもしかしたらピアノのサポートが入るかもしれないですけど。あ、いいね。正式メンバーはとりあえず読んで、あー、いいね、やろうと思ってて。さっきね、楽屋でね、みんなでアニソンバンドやろうかって話してかなちゃんノリノリになっちゃって、私もやりたいね。やっちゃえ。じゃあアニソンバンドだからツインテールでスクミズ着て立ってるだけでいいよ。え、立ってるだけ。あ、なんかやる、なんかやりたいかな。何やりたい？タンバリン。タンバリンはね、かき消されちゃうよ。カスタネット。カスタネットもカスタネット叩いてんのかなって思いながら、よく見たらハンバーグこねてんじゃんっていうようなメンバーにしない？ちゃんとハンバーグ。ハンバーグ、うん、とハンバーグ、オンハンバーグ。ライブ終わるまでに食べれますみたいな。そうそうそう。だから演奏してる横でこうやって料理してればいいじゃん。コンロとか。そう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 。おいしいバンド。おいしいバンド。いかが？よくわかんないな。
滑りましたね。なにあのさ、ちょっと待って、あのさ、滑りましたねって言っちゃうと、滑ったことを認めることになるから、それなかったら滑ったことにならなかったの、はいはい、あ、そっか、ほらそっか、あの、そうそう、で、バンドをやっていくっていう話なんですけども、その10月のバンドとしての活動の情報は、うん、まだ何も乗っけてなくて、なるほどなるほど、今後これから乗っけていこうかなって感じで、うん、バンド用のサイトを発表して、まあそうですね、まずは、うん、まずバンドとしてちゃんと形になっていくのを、うん、こう発展的に見ていきながら、はいはい、ホームページとかも考えたりとか、うん、Facebook とかで最初はいいかなって感じで、あ、ね、簡単っていう言い方するとちょっと語弊あるかもしれないけど、まあね、すぐ作れるというか、うん、昔ってさって言うと俺おっさんみたいな言い方になっちゃうんだけど、すごい大変だったじゃん、ホームページ作るのも。そうですね、ね、そこからブログに行って、今フェイスブックとかあるから、ほら、以前出てくれた子たちの劇団も、劇団ホームページが、フェイスブックだったりとか、うん、すぐね、できちゃうからね、情報バッと配信できちゃうもんね。そうですね。じゃあ後々それはどこで発表するかは、公開されるかはブログとかで。そうですね、まだ自分のホームページがまだあるので、うん、そこで公開したりとか、うん、ツイッターもやってるし、はいはい、Facebook とかもやってるんで、うん、そういうところで公開しようと思ってて、あ、いいね、ぜひぜひぜひ、まあ、今までの楽曲とはガラッと変えるつもり。ガラッとは変えようとは思ってます。あの言葉の使い方をちゃんと、今まではまたちょっと入っちゃうんですけど、うん、メロディーに言葉をはめるっていうか、今洋楽的な、はい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 、メロディー主体だったんですけど、うんうん、ちゃんと日本語っていう言葉があって、うん、そこにメロディーがちゃんとあるっていう日本の作り方っていうか、そういう作り方でできたらなと思ってますけど。ね、いや楽しみだね、でもね、楽しみですよ。ね、だドラム入るだけで、ドラムベース入るだけで全然違うもんね。全然違いますね。俺もやりてえな、またアニソンバンド、アニソンバンドね、やっちゃいますか、やろうか、やっちゃいますか、やろうか、ね、もうここで喋っちゃったからもうやるしかないですね。あー、下手こいたな、また変なこと言うてもうた。いやーね、一回だって冗談で言ったつもりがさ、うん、ほんまに AKB 踊ったからね、俺ね。あー、見ました見ました、 AKB 踊ってましたね。ね、なん、もうなんで罰ゲームを自分で決めなあかんねんっていう状態やったからね。ちょっとな、アニソンバンドやります。お、だ、今年中にやります。宣言しましたね。はい、今年中にやるよ。はい、はい、もちろんメンバーやからね。じゃあゲストとかちょっとなんかサポートで。あ、そうそうそう、うん、サポート俺もじゃあサポート、メイン。あ、メイン私だけ。メイン、ハンバーグこねる。コーネリアスみたいな感じでいいやん、一人やけどもなんかバンドメイン。あ、待って、そうですね、はい、まあ、サポートサポートサポート、うん、楽しみですね。ほら、はい、楽しみにしてくれる人がいるかを。いるいるいる、まあ、スクミズ目当てで集まる、ね、この子スクミズ来ますからね。みたいです、はい、メインはスクミズですからね。スクミズツインテールがメインの。そう、あ、もう自分で言っちゃったね。ほら、あの、あれだよ、あれだよ、あの、今のスクミズじゃなくて、あの、ね、こうなってる、こうなってるやつね。わかる、わかるかな。旧スクール水着って言われるやつ、ね、なんとなくわかります、はい、白、白、白、え、白ってあるんですか。ごめん、なんかさ、白スクール水着なんてあるの。ある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 、あの、コスプレ専門店に行く。待って、ま、ちょっと待って、この放送でさ、なんか俺の性癖さらけ出してないか。性癖なんですね、それが。あー、また下手こいた。いや、あの、うん、あの、楽しみだね。はい、そんなところで、うん、そうそう、お時間が、あ、もうそんなに、はい、っていう、はいはいはい、行っちゃっていいですかね。じゃあ行きましょう行きましょう。ゲストの名取さんのお知らせをお伺いしたいなと思います。告知ですね、はい、はい、じゃあ出してもらいましょうか、はい、お願いします。どうぞ。お願いします、はい、どうぞ。明日なんですけど、うん、7月27日に、うん、お誕生日のバースデーワンマンしようと思ってます。はいはい、出たい。じゃあ会場が渋谷のゲストで、うん、ゲストってところがあるんですけど、はい、そこでやります。でオープニングアクトにインサイドオブザドアっていうバンドの僕の大好きな澤宏信さんが、うん、あの
オープニングアクトで弾いてくれるんで、めっちゃ嬉しいね。好きなアーティストのオープニングアクトってすげー好きで、贅沢だね。二つ返事いいよって言ってくれるんで、あ、めっちゃ嬉しいね。めっちゃ嬉しいです、はい。前売りに、前売り2,500円、当日3,000円のプラスワンドリンクと。そうですね、はい、楽しみですよマジで。明日ね、明日いいの、前日こんなところでこんなことしてていいんですかねでも嬉しいし、ああ、そうだね、そうだね、すごい嬉しかったし、今かかってる曲もそうなんですけどもね。じゃあ2つ目いきますか。はい、でこれがですね、8月24日で、はい、僕 の、 あのソロ名義での最後のライブで、ほうほう、レトリュータラストプレゼンツ世界で最も愛すべき歌たちへっていうので、はい、僕の大好きな人だけを呼んで、またこれまたすごい、あの僕の尊敬してる福岡志郎さん、うん、すごい好きで、うん、あとタラチネさん、うん、でロッペンさん、はい、で兵庫県から大石俊介くんってわざわざ来てくれるんだ、来てくれるんですけど、で、あとカエル王国って最近出会った、うん、めちゃくちゃいいバンドがあって、めちゃくちゃいいですねこの日は。自信持って、自分は、あ、自分も、もう自分も自分の歌大好きなんですけどもちろんね、最も愛すべき歌たちだからね。そうです、うん、代々木バーバラの、バーバラ、あの近くの代々木バーバラでやりますんで、うん、ぜひ、はい、その人たちと歌たちが愛してますよって人が集まる日なわけですね。そうですね、はい、8月24日、はい、オープン18時、18時半スタートの2300円の2800円が当日。そうっす、はい、最初から来てもらいたいですこれは。もちろんね、楽しみだよね。めっちゃ楽しみ、余すとこなく楽しめちゃうイベントってことですからね、うん、最初から最後まであの自信持って、はい、あのいてよかったと思える日だと思うんで、うん、自信持って言えます。はい、しかも最後だし、最後、ソロ最後だしね、行くしかないですよね。ね、あのソロ最後とか言っときながらさ、あのバンド活動の傍らさ、ソロをやりてえなとかなんない、あのバンドの中のソロとかだったら、あ、ワンコーナーとしてねやるんですけど、うん、そのソロ名義名取裕太っていう名前では最後ですね。バンドのバンドとしてソロでなんかちょちょいって出るときはありますけど、それはバンドの中の一人として出るっていうか。ああ、なるほど。なんで落ち着いちゃった。うん、うん、いや、いいよ、いいよ、いや、全然いいと思うよ。なんで、ぜひすげえいいライブを連続でできるのすごい幸せなんで、うん、ぜひ来てください、ね。そうだね、見てる方もぜひ、うん、見てください、はい、ほら、ソロ最後ですって言っておきながらさ、またソロでちょっとやっちゃうとさ、すげえ怒られるのよね。そう、怖いんで、うん、ソロ名義ではって使ってるんですよ。ああ、さすが国語の先生、ソロ名義ではっていう。そう、俺めっちゃ怒られたもんですよね、うん、それ怖いんですよ、めちゃくちゃ。バンドやめますっていう、卒業しますって言った翌日に、そのバンドの、また違うイベントがあったんだけど、そのイベントでは俺の代わりに入った子がもうすでにやってる。ただそのイベントの司会を俺がやってるっていう、ね。わけわかんないでしょ。わけわかんないですね。もう会えないと思ったから来たのにって感じで、めっちゃ怒られた。はい、じゃあそんなところで番組からのお知らせをお届けしたいと思います。ヤンバルにではゲストの方への質問、応援メール、うん、番組へのキューさんへの苦情とかも何でも受け付けてます。なんで俺個人的やね。はい、宛先はこちらですね、はい、mair@rom-302.net まで、はい、どしどしお寄せください。はい、お待ちしております。はい、いや今日はね、やっと302らしい音楽番組になってきたねっていう放送でしたけども。本当ですか。うん、よかったです。音楽トークも楽しいですね。うん、ここは突っ込むとこやねんけどな。まあいいか、誰も突っ込まない。そうですか、はい、うん、いやいやはい、ということであっちゅう間の30分でしたけれども、楽しんでいただけましたか。めっちゃ楽しかったです、うん、またあの気軽にプラッと前通った時にでも寄ってくれれば、うん、プラッと寄ります。はい、楽しみに待ってるんで、次回も遊びに来てください、ね、ということでもう30分経ってしまったので、みんなとはここでお別れしたいと思います。じゃあまた次回見てくださいね。バイバイ言うよ一緒に、せーの、バイバーイ。Time you
You are by my side.